こんにちは、ゆるこです。今日はこちらの5本とカルピスを割って美味しいものを試してみたいと思います。まずはトロピカーナのマルチビタミン。もともとカルピスにオレンジ味があったので、多分これは合うんじゃないかと思っています。よく振って、2つともキンキンに冷えています。いいですね、色が綺麗ですね。いただきます。これは知ってはいましたが、美味しかったです。次はフェルチの1房分のぶどうです。こちらもカルピスにぶどう味があったと思ったので、全然合わないわけはないかなと思っていろいろ調べていたら、なんと去年の2022年3月15日にカルピス103年を記念して、ウェルチとカルピスのコラボがすでに行われておりました。カルピスとウェルチグレープっていうのがすでに出てたみたいですね。はい、全然知らなかったです。この時はこんな組み合わせあったっけと思って、美味しいだろうなと思って作ってます。とにかく香りが豊かでめちゃくちゃ美味しかったです。どちらも甘くて、次はコカ・コーラと割ってみたいと思います。これはなんかありそうでないかななんて思っていて、でも昔こんなの商品あったんじゃないかなと思いながら買ってみました。そしたらやっぱり、はい、シルキーコーラという商品が、これはでも去年発売されていました。もっと前にもあったように感じたんですが、商品化されているってことは多分美味しいのは間違いないですね。ちなみに私は今糖質制限中なので、このカルピスも糖質 60% カットのものを買っております。まあでもコーラだとかトロピカーナだとかウェルチだとか高カロリーですよね。でもかなりこれは美味しかったです。さっぱりしてて、かつカルピスの独特なミルキーな感じがあっていて、結構ずっと飲めるような美味しさでした。はい、次はレッドブルです。これは意外なんじゃないかなと自負しています。本当はオロナミン C とかもうちょっと甘めのエナジードリンク系を合わせたらいいんじゃないかなと思ったんですが、コンビニで手に入りやすいレッドブルが目についてこちらを選んでみました。これも結構自信があったというか、多分合うんじゃないかなと思って選んだんですけど、さあどうでしょう。いただきます。
そう、これがですね、美味しくなかったんですね。相性が悪いっていう感じがしました。本当にオーナメンシーとかデカビタとかそういう甘い系を合わせてみればよかったのかもしれません。はい、最後はジャスミン茶です。これは完全にお試しというかチャレンジのつもりで買ってみました。もともとジャスミン茶がかなり好きで普段からよく飲むんですけど、この前動画にもしたと思うんですが、カルピス麦茶をやってみたので、お茶系も意外と合うってことかなと思って今回ジャスミン茶を選んでみました。まあ正直カルピス麦茶は私はあんまり好きじゃなかったんですが、大好きなジャスミン茶なら意外と合うんじゃないかと思って試してみました。色が綺麗ですよね。ちょっとまたついていますが、そうなんです、実はこれかなり美味しかったんです。例えるならピーチウーロン茶を初めて飲んだ時の感動というか、この甘い香りとお茶の渋みが合うんだっていう驚きがありました。ジャスミン茶の香りがカルピスの甘さの後にふわーっと香ってきて、変な後味は全くなく、とても綺麗に混ざっていました。すでに他にも商品があるのかなとは思ったぐらい美味しかったです。これはちょっと奇跡の発見なんじゃないかっていうぐらいこの時はびっくりしていました。以上です。今日はこちらを組み合わせをやってみました。でも珍しいものではないかなといったイメージです。でも本当に発見だったのはこのジャスミン茶とカルピス、ぜひ試してみてください。それではさようなら。